今回のプラチナシネマはエージェントライアン。案内役は映画ソムリエの東さゆみ。そして10月のゲスト解説者に映画ライターの吉弘正道さんをお迎えしてお送りします。エージェントライアンは映画版ジャック・ライアンシリーズの最新作ですよね。そうなんですよ。トム・クランシーという作家さんが書いた原作があるんですけども、ものすごいたくさんあるんですよ。でそもそもそのジャック・ライアンってどういう人かっていうと、海兵隊で兵隊さんやって、でその後金融業界に入ってトレーダーになって、でその後 CIA の分析官っていうのをやって、で最後にはなんと大統領にまで上り詰めるという原作がある。志摩耕作みたいな人、うん、なるほど、うん、なのよ、うんうん、で今回は気分一新、全くの新作として現代に置き換えられて作られたっていう、はい、エピソードゼロなんですよね。だからもう完全にオリジナルストーリー、はい、ライアンが学生時代から話が始まっていくんですが、はい、海兵隊に入ってアフガニスタンに行って大怪我を負って、で療養中に CIA にスカウトされる、トレーダーになってこいと、で、うんうん、そこで、金融テロを未然に防げという命を負うんですよね。すぐに入り込める映画に仕上がってると思います、はい、そして歴代のジャック・ライアンがこれまで何人もいたと思うんですけども、はい、吉弘さんはどなたがお好みですか？やっぱハリソン・フォードかな。クリス・パインと監督と、あと出演もしているケネス・ブラナーに話を聞いたんですけど、はい、クリス・パインがですね、ハリソン・フォード版でですね、ハリソン・フォードが演じたジャック・ライアンが、はい、とても謙虚なジャック・ライアンだったと、でそこが素晴らしかったという話をしてくれたんですよ、はい、ジャック・ライアンって言ったらいろいろいますけれども、どれ誰好きです？あのベン・アフレックのジャック・ライアンがちょっとセクシーでいいなと思ったんですけど、一番といったらやっぱりこのクリス・パインのやんちゃな感じというか、やんちゃ、まあ確かにね、やんちゃで、そして頼れる感じ、うん、両方持ち合わせてるような感じがして、うん、ちょっとグッと引き込まれましたね。今回監督と出演をしているケネス・ブラナーについてはいかがですか？むしろ私はケネス・ブラナーが一番好きっていう。そうなんですか？めちゃくちゃ好きなんです、はい、彼ロイヤルシェイクスピアカンパニーっていうイギリスのシェイクスピアばっかりやってる劇場があるんですけれども、はい、そこの出身で、監督としての才能も俳優としての才能もあれば、原作をうまくアレンジするっていう力がすごく強い人。この作品もそうですよね。あとマイティソーっていうスーパーヒーロー映画があるんですけど、あれも監督してるんですよね。シェイクスピア俳優、シェイクスピア監督だからって言ってアクションができないわけじゃない。そうですよね。そこも素晴らしい才能だと思います。はい、そして CIA の上官としてケビン・コスナーも登場しますね、はい、そうなんです。ケビン・コスナーって最近本当にいいと思うんですよ。マン・オブ・スチールっていう映画ありましたよね、はい、あれでスーパーマンのお父さん役やってますけれども、主演じゃなくって、うんうん、若い人をサポートする役っていうのが本当にうまいと。確かにもうグッと作品が締まりますよね。締まるんですよ。実はなんですけれども、はい、これ監督に聞いたのかな、レッドオクトーバーを終えた、はい、アレック・ボールドウィン主演の、そう、実はケビン・コスナーがキャスティング最初されてたんだって。なんだけど、はい、彼がねダンスウィズウルブスにもう入っちゃってて、はい、で断ったからアレック・ボールドウィンだった。巡り巡って、そう、巡り巡ってジャック・ライアンシリーズに、あのやっぱりこの人運命的にこれをやんなきゃいけなかったんだっていう話もありました。それでは皆さん、週末はザ・シネマで輝く夜を。